めちゃくちゃ美味しそうですね。デデーン、田中ケツバット、お嬢様パンチや。おっしゃ、死ぬか。うぇー、これが嘘をついてる人間の顔に見えますか皆さん。はいどうも、画面の前の皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。デモンズね、あんま伸びんかったらやらんとこかなと思ったんすよ。 YouTube の仕様とかの勉強いろいろやってて、人気が出たジャンルに絞ってなんか上げていかなあかんみたいなね、なんかこといろいろ聞いたわけですよ。おもんねんだよな、活動しててもよ。やりてえゲームできなかったらおもんねえだろ配信なんかよ。もう好き勝手やらしてもらうわ。まあもちろんね、今一番人気あんのがアーマードコアシリーズで、俺も好きやしチャンネルで人気やしって感じやから、アーマードコアプラス俺の他の好きなゲームみたいな感じでね、1日2本投稿頑張ってきたなと思ってます。好き勝手やらしてもらうわ。ガチで最近の YouTube の仕様はゴミ、くたばれ YouTube。はい、ってなわけで、前回祝福されたメイスやったり、このケツのファルションね、なかなか強い魔法攻撃力を持ってる武器をねゲットしてきたんやけど、まあ、今回ねこの魔法武器使って新しいステージやってこうか。今回やってくのはストーンファングコードや。まあやっぱり序盤言うたらこっからやんな。巨大な行動を要する穴掘り人たちの都、かつてボーレタリア戦士を支えた頑固で勤勉な穴掘り人たちの多くはソウルを奪われ、思考する力を失ってなお、ただ黙々と無意味な作業を続けている。だいぶブラックやったんかな。やっていきましょう。めちゃくちゃ夕日が綺麗。なんか気持ちいいね。こいつ割とお世話になるんよな。旦那様、ソウル、ソウルくれよ、交換だ。いや、この声もよう聞く声やな。汚らわしい男言うたんだよ。強化アイテム売ってるから、なかなかお世話になること多いんすよね。しかし、今スカンピンということなんで、ちょっと買えないな。悪いな。いけねえな。確かにな。いや、モーションめっちゃええな。トカゲ狩りやすいね。メイスのモーションいっちゃん強いんちゃう？鉱石8個、でかいな。さあ、やってこう。めちゃくちゃ懐かしいわ、ここ。この岩が確か結構当たり判定長いから、しっかり避けて、で、ここにあるのが、白くべたつく何か、いっで、ちょっと待て。これアイスクリームじゃないの？めちゃくちゃ美味しそうですね。右手の武器に塗り魔法効果を付与する。メイスの火力も試させてもらおう。そうか、こいついんのか。こいつ強いんすよね、序盤の方。ほら、ケツ。いや、勝った。で、この穴掘り人たちは魔法が通るからね。せやな。おらー！いや、バックスターめっちゃかっこいいな。こかしてから、ぶん殴るパターンね。こいつここでクレセントアクス出さんかな。おらー！よいしょー！メイスのモーションめっちゃ好きやわ。ここあれやったやろ、叩き潰すバトルアクスで。叩き潰すバトルアクスプラス1。これは筋力特化やね。いや、これはすごいぞ、グラフィックほんまに。今、ファイナルファンタジー16をさ、配信外でやってるんやけど、ファイナルファンタジーと比べてもやっぱり質感いいね。ガチでプレステ5のために作られたゲームやから。おらー、こかしてからの、よいしょー、鉄拳制裁。メイスいいわ。おい、来いや、犬野郎。いるな、分かってるぞ。いや、グラフィックやべえ、マジで。何回言っても足りん。犬早来いやな。で、この袋持ってるやつが、めっちゃ石持ってるんよな。あれ？ワンちゃんは？来るよね？来るの遅くなってな。で、ちゃんと犬。ちゃんと犬やん。トルガル？トルガルなのか。もっとブッサイクやったからな、原作。ちゃんとした犬や。いや、ちゃんとした犬にすんのやめて。犬好きやけ。いや、でも結構ブサイクやわ、顔。狂犬病持ってる。狂犬病予防の注射は法律で義務付けられてますよ。お兄さん、いや、おっさん、ケツ取れん、そこにおったら。しかし、お前はぶっ最悪になったな。おら、両手持ちで押し切らしてもらおうか。両手持ちならひるめ、お疲れい。おお、出たってクレセントアクス。これ結構レアやからね。みなぎ石、何やったっけ、みなぎ石って。みなぎ石あれか、上質か。お前隠れてんのバレバレよ。おら、メイスのモーションの爽快感すごいって。これ確かここやんな。こっち側じゃなかったら落ちるんよ。そう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 。おい、なんでやねん、そこも落ちるんかーい。まあいいや。ここのアイテム欲しかっただけやから。この名もなき戦士のソウルが欲しかっただけ。俺はこのソウルが欲しかっただけだ。決して足を滑らしたってわけじゃねえぞ。こいつもしかしてファルシオンのが通るかな。腹さすってる場合と違うぞ、お前、これ。広いとこで出てきたらお前みたいなもんは余裕やねん、お前。大阪や、お前。大阪府警や。うれ、うれ、うれ、うれ。おい、落ちんな、めんどくさい。
あ、でも死んだわ。ん？袋に入れる？トマスに送れるし、なんか防具出した。防具原作なかったのにな。なんやお前。味方の尻をかばってきたな、こいつ。やるんなら俺の尻からやれっつって。お、身投げしないっす。これを引くことによって、先へ進む道が、開きますよと。てか、持ちきれんアイテムトマスに送れんのマジやばいな。昔は持ちきれんかったらもうそれで取れんかったからな。俺ら大阪や。これ多分両手持ち強攻撃やったらワンパやな。ワンパやで。めちゃくちゃボスっぽい流れ出してるけどボスではない。ういっせ。はぁ、あ。縦の奥行きすごいな。データサラマンダ。こいつ結構強いよな。こいつ冷えるぞ。あれ、龍石やったっけ？ちょっと欲しいな、龍石。飛躍。これはなかったな、原作は。あっちょい！割と難儀やぞ、お前ら。おれ！なんや、こいつ！とりあえず2体は倒した。これ、龍石やったよな。ですよね？おい、こいつはの圧やばいって。雑魚が生きがってんじゃねえ！くたばんな。ショートカットから開けさせてもらおう。おれ！おれ！石置いてけ。いいね。めちゃくちゃいっぱい手に入る。ミルドハンマー！これもなかなか強武器っすよ。使おうかな、ワンチャン。これがショートカット兼、鍛冶屋に続く道へ。いや、懐かしいな、このエレベーターも。何回ここで死んだことか。優秀な鍛冶屋です。知らん顔だな。なあ、誰でも同じじゃ。声良すぎやろ。鍛冶以来なら、黙ってそこに出し。そうでないなら、黙って出て行け。オッケー。俺が使ってるこのメイス強化してもらおうか。強化素材もゲットしてるからね。と思ったら、一個足りない。あ、せや。トマスのさ、娘さんの形見を、取ってきてねえじゃん。トマスの娘さんの形見、取らせていただきます。これや。ボロ布シリーズ。この翡翠の髪飾りが娘さんかな？竜骨砕き持ってるやんけ、お前いいね。あんた。その髪飾り、それは娘の。そうですか。やはり娘は死んでいましたか。あんたお願いがあるんだ。娘の形見にその髪飾りを俺にもらえないだろうか。当たり前だ。その方が娘さんも喜ぶだろう。本当かい。ありがとう。ありがとう。俺はそんな感謝されるようなことは何もしてねえ。と言ってもこんなものしかないが、受け取ってくれよ。実は恥ずかしながら、昔大通りで拾ってね、何か不思議な力を感じて。でもあんたのものになった方が指輪のやつも浮かばれるってもんで。剛力の指輪ありがとう。でもいいのかよ、あんた。所持重量が増えるってやつやねんけどさ、仕事で使ってたもんじゃねえのか。荷物持ちってことはおそらく、なんか行商人かなんかそういう荷物運びとかやってたんやと思うんやけど、それ仕事で使ってたもんじゃねえのか、お前大丈夫か。このデモンズソウルの世界で最も純粋に善人やからな、トマスは。ソウルの力を求める。脳内に直接？せやな、何あげようかな。やっぱ信仰じゃねえすか。お、奇跡の記憶領域増えていくと、神の怒りとか使いたいな。神の怒りとかって確か今までの実況シリーズでは使ってなかったから、まあワンチャン使いたいところであるっすよね。ででーん、田中ケツバット。ここからでもなかなか難かったな。ここにいる。知ってるんだよ。俺がびっくりするとでも思ったか。ここってあれやったっけ、装備重量で崩れたりするんやったっけ。よっしゃ。名もなき戦士。名もなき戦士。グレートクラブ。ボロ布のシリーズは女性専用の装備か。このジェンダーフリーの世の中にそれは似合わねえっすよ。この男しか着れませんとか女しか着れませんってのは、リメイクでなくなったみたいな話聞いたんやけどな。もうここはポリコレ怒っていいよ。女しか着れないなんて差別だ。やばい、めんどくさい人集まってくるって。思想が強い者たちを呼び集めてしまう。んで、あそこにあんのがスチールシールドか。ちょっとまずこれから取るか。え？名もなき勇者の装備。シールシールド来た。これ持てるかな？これなかなかね、お世話になったわ、俺初見の時。いくらいるんだい？ 18 か。おら！おら！
ら触れるだけでダメージは強いな。マリオやん。マリオの敵やん。マジ油断してると死ぬからな。行ってあっち。引けばオイル属せば死ぬぞ。ご了承ご了承。おれ、よっしゃ。トルガル、やめろ。トルガル俺だ。いや心が痛むよ。こいつ鉄仮面つけられてるって。ほんで誰がこんなひどいことしやがったんだよ。どこのドイツや。俺が鉄拳制裁を加えてやろう。犬をあんな風に使ったのはどこのドイツや。うりぃ、大阪や。大阪舐めとんちゃうぞと。お疲れーや。ブレイクダンス踊んなん。袋も近いならばその袋の中俺がいただこうか。おっしゃ。ほんでこれで、水の流れが変わりますよと。そんなんで冷えるか。でもいや、ええ感じに冷えて固まってますわ。ここ裸足で歩いたら気持ちよさそうちょうどいい具合にあったかくて気持ちよさそう。毒に耐える者の指輪。さあもうボスは近いぞ。パパッとやってまおうか。出たー。ここ、こういう場所確かダクソ3にもあったわ。あれ火薬樽なんよな。えいえ、おいディレイすんなお前。手だれと見た。いやこいつ無知のくせにめちゃくちゃ削りでかいな。そんなしょぼい無知でなぜそこまで削りがでかいんだ。この柱を使え、柱を。おっさんのビールっ腹に興味なんかねえんだよ。大阪や、あげなんかこれ。いえ、あっズボン来た。ようやく裸足を卒業する男。儚い瞳。こいつ体張りすぎやろ。こいつ落下ダメ受けんくなってる。昔は確か落下ダメ受けながら来たはずやけど。クリスナイ。持ってるだけで魔法の火力が上がりますよと。魔法も触りたいから使わせてもらうわ。ここのボスってなかなかだるかったよな。行くぞ。高橋鎧雲。あ、でも避けれる余裕で。あー出た。これでもこれ食らったら炎で溶けるから、ガードして炎で溶く。あーまだ、もうこのネバネバが鬱陶しいねこいつは。だから炎食らって溶くしかない。なったらちょ、あっちゅ、こいつディズムゲーナーやな。ディズム天国、ここだけディズム天国してるんやけど、こいつは近づいてまえば終わりよ。ちょ一回回復やな。さすがに、あーちょマジで無限にお前のターンやん。なんやねこいつ。あ、もう来るかこれ。これね、最初ゲームプレイトレーラーで見たんやけど、あのガソリン巻いて火つけるよな。昔は普通に炎ブレスやったけど、入り口まで戻らされんねんな。ダッシュでよける。もうネバネバええって。ビーバーホイホイかお前。炎食らって溶いて、ガード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 。この三連ファイヤー強いな。おらおら、両手持ちこのダメージか。ちょっとしんどいな。はい、土下座。土下座の後はチャンスですよと。でもまあ半分か。もうてめえは完封しても同然よ。さあ落とさせてもらおうか。土下座。両手持ちアタック。ここで決めてしまいたいところであるが、痛いね。ちょっとさすがに焦んな。ガソリンか。だが次で仕留める。ちょ、まずまずまず、慌てんじゃねえ。このターンでやれる。慌てんな慌てんな、ガチで。満月ソディ。アイーンと、おらおらおらおれい。ちょ、まだ終わってね。なんだ今のパンチは。お前、お嬢様パンチや。お疲れ。でもバンケッシュ、また生身になっちゃうから死ななあかんな、ほんで純粋な雲糸コート、口実のデモンソウル、レベル上げたってくれや。お姉ちゃんどこや。え、お姉ちゃんどこ。おった。どうせそんなとこでしょぼくれて。進行20までいっちゃうか。いっちゃいましょう。よって世界の夜べとせよ。おっしゃ、死ぬか。デーモン殺すたんびにこれがお約束なりそうやの。うエリアニーのボスめっちゃ強いから、まあ、ボスまではいかないんやけど、アイテム取ったりパッチにあったりしよう。デーモン高橋鎧雲の残した要石、行動の都ストーンファング、穴蔵の火事場の地下には、その名にふさわしい大行動が広がっている。溶岩に達する最深部には、竜の墓があると言われている。信じるか信じないかは、あなた次第。逃げるんじゃねえ、トカゲ野郎。
おら、みなぎしか。うわ、出た。これ爆発すんねんな。のーダッシュ、危ない危ない。なっつー、これも死ぬほどやったわ、このムーブ。で、こいつな。こいつも防具出すんじゃね、しかし。おらい、大阪や。お、服が出ましたね。だいぶ軽くなるからいいじゃん、いいじゃん。お前こんなかっこいい服着とったの？パッチンとこ行こうぜ、パッチンとこ。よいしょ。さあ来い、ファントムども。こいつらカップルやったんか、しかし。ペアルックで調子こきやがってよ。じゃあな。ナイスナイスナイス。でもその場合ってアイテム拾われへんのか。プロロでアイテム召喚できるか試すか。プロロや、ボーレタリアに伝わりし伝説の奥義、帰ってこい。頼む。帰ってきてない、最悪。なんかええもん出したよな、こいつら。何出したか忘れたけど、楽をしたツケを払うことになってしまった。何匹かやれるかな。ここめっちゃおるんですよね、こいつら。綺麗やな、ここも。しかしクソ、一匹しかやれんかったか。まあいいや。あ、純粋A 石鉱石や。ここであんのか。パッチと会うとこまでにしようかな。おい、危ね。そういや、ここ穴やったわ。危ね危ね。おい、おい、忘れてたって完全に、こいつ。おお、いたわ、そういえば。おい、忘れてきてる。やばい。時の流れによって記憶が曖昧となっている。拡散してる記憶が。あ、パッチ、久しぶりやな、お前。お前大丈夫？あいつに襲われんぞ。見てください、この純粋な眼差しを。これが嘘をついてる人間の顔に見えますか、皆さん。おお、あんたまともだな、この声ね。てことは貴重な旅の仲間だ。パッチザグッドラックと同じ声優さんや。そうだ、あそこにお宝が見えるだろう。あれあんたに譲ってやるぜ。まあ友情の証ってやつさ。嬉しいよ、誰も彼もぼーっとうつろな目をしやがっておかしくなりそうだったんだ。いや、いい声してるわ。この声ってあれやったっけ、ブリーチのレンジとかハム太郎の孔子くんの声の人やったっけ。なんか確かそうやったはずやねんけど。んー、じゃあもらおうかな、友情の証に。なかったと。おっと、入り口を塞がれちまったか。約束通り、その宝はお前のものだ。オッケー、ありがとう。それじゃあお幸せにな。別に何が目的やったんや、しかし。グッドラック、グッドラック。パッチザグッドラックってことか。ここから余裕で脱出できんねんけどな。やけど、まあちょっとやっとこうか。あー、でもまあダメージ取ってる方やな、これ。こいつめちゃくちゃ硬いんやけど。あ、死んだ。爆破するぞ、離れろ。パッチ巻き込まれんくなってる。これ昔パッチ巻き込まれたんやけど。大丈夫、パッチ。ギリギリか。あんたすげえな。ノーカウントよ、ノーカウント。もちろん、そのお宝はあんたのものだ。ほら、戻っといたろ。クマムシの件は運がなかったが、まあ、これ正式名称クマムシやねんな。ほら、これさっき俺が手に入れたお宝だ。取っといてくれよな。ほら、取っとかしてもらうわ。取っとくハム太郎や、お前。炎に耐える、ありがとう。めちゃくちゃいいやつや。てかさ、普通に騙し討ちしてくるけど、結構有用なんですよ、初代パッチは。満月草最安値で売ってくれるし、お前なんだこいつ。何かしらといいもの売ってくれるし、今回尺的にこれぐらいにしようかな、パッチ。はい、てなわけで、じゃあとりあえず今回はこれぐらいにさせていただきましょう。てなわけで今回はここまで。今回も最後までご覧くださった皆さん、どうもありがとうございました。てなわけで See you next time、 バイバイ。次回また遊びに来てな。ほな、やめろー。これ以上方向を繰り返せば俺は人妖怪になってしまう。大名行列来たって。おー、人間やめますか、それとも腐れ枝にやめますか。